8月1日月曜日の全国の天気をお伝えします。北日本は広く傘の活躍する天気です。東北北部は雨が降ったりやんだり、北海道も次第に雨の範囲が拡大していきます。東日本はよく晴れますが、午後は内陸や山沿いを中心に天気の急変に注意が必要です。急な雨や雷雨にお気をつけください。西日本も日差しの届くところは多いものの、太平洋側を中心に広く雨が降りそうです。雨が強まる恐れもありますのでお気をつけください。また気温に注目すると、西日本東日本は最高気温35度前後の予想のところが多くなります。熱中症対策は万全にしてお過ごしください。詳しいお天気はお天気アプリウェザーニュースでご確認いただけますので、ぜひご活用ください。